森安森世の人、祖父は、森木。父は戸弘、とひろ子は、森鈴、森、聖、東丹、森院など。妻は、高陸公主。春秋経伝集下の著者。風元の、風子によると、その演奏は、四季国立伝で、国立と評された、全漢の御師大部のとあまねである。その子で父と同じ御師大部を務めた、と信俊は、父や弟と共に、 南洋軍の都広試験から、茂る寮に移住した。後に、と信都市がさらに都寮に移住したため、子孫は代々ここに居住することになった。東大の市政徒歩は、彼の末裔にあたる。森安は博学で物事に通行し、後輩の命にたけており、常に、徳は、危機をもってすべからず、功を立てことを立つが、初期気なりと言っていた。祖父が、義の少女僕や、父が、 優秀志士という名門であったが、父は、学府の芝居と折り合いが悪く、終わりには融資させられた。このため、森安も長い間不遇を囲っていた。後に、義兄の芝明が芝家の当主となると、その妹婿であった森安は、小書郎となり、不祖の爵位である、ブラック抵抗についた。小書郎に4年間在任した後、三照不軍寺に転任する。 263年の職官攻略の時は、鎮税調子として従軍した。商会がクーデターを起こした時、同僚たちはのきなみ罰せられたが、森安は、計画に組みしなかったのを証明したため処罰を免れた。また、モグサを尊敬していたため、トウモグサを殺した守る、伝津倉を厳しく非難している。神鶴らと共に、律令の制定に預かり、 森代が仲介することとなったとき、森安は次のように想像した。法とは、牧場で筋目をつけるがごとき存在であって、理を極め性を尽くす、類の書ではありません。ですから、本文は要約され判例は正しく、また省略は許されても、単純化は禁ずるのです。判例がわかりやすく、かつ見やす,すければ、人々の知るところとなり、罪を犯すのを避けるでしょう。 単純化されずを犯しがたいとすれば、刑罰を執行する回数は減るでしょう。刑のもとは簡潔かつ連続なことにあるのですから、道徳上の立場を明らかにしなければなりません。イニシエの刑法は、小課内に命せられ、近跡に刻まれ乱用を防ぎました。この法を用いる者は、最善の判例とともに、裁判の趣旨を明らかにし、牧場のまっすぐさで荒らしめなくてはなりません。 対四年間、管理の変更と昇進について、家紋を受けると、次のように述べた。上古生代であれば、功績は本人が黙っていても広く詳しく伝わったようです。しかし、今は違います。遠方のことについて、詳しく知ることはできません。人々は心を疑う代わりに樹木を信じ、樹木を疑う代わりに文章を信じます。文章はいよいよ多く、 それに従って官による偽造もますます増えます。法令は煩雑になり、文章が飾り立てられるばかりです。優劣を挙げるとすれば、各々監査する官を設けるに越したことはありません。毎年、人望や評判の高い人物に、優を一つ、評判の悪い者には列を一つ加えます。六年して、最も優の多い者は抜擢し、列ばかりなら首にするのです。優が多めで、 列が少ないなら、それなりに昇格させ、列が多めで、優が少ないものは左遷します。この上層遺憾とした司令行為の医師官は、森世の職を免じた。その頃、異民族が、老右に来襲し、森安は安在軍事として派遣され、長安で借りし、旗収支し、東京行為、傾斜将軍を授けられた。安政将軍となった医師官は、 敵の勢いが盛んであるのに、森酔へ出撃を命じた。森安は相手が勢いに乗じており、装備も固く、対して、官軍の装備は乏しいことから、春まで進軍を待たなければ十中八十九小3は、ないと言った。医師官は激怒して、森安は欲しいままに縄文や感謝を飾り付けていると、上奏したため、森安は、お利者に、習慣の上で護送されてしまった。 森代の処遇について義は長引いたが、森安夫人が芝居のおばであることから、借位で罪をあがなうということで決着がついた。その後、老右の情勢は、森代の言葉通りとなり、朝廷では、森代が戦略に明るいと評判になった。やがて郷土の竜武氏が背き、平州伊勢や加藤軍、平洋軍に脅しを及ぼすと、森安は、託司証書,書に任命されて、 支援対策に当たった。彼は新兵器を開発させる一方、常、平層の設置や、穀物の一定買い取り、塩の定期輸送で農政を安定させ、その上で税制を整えた。これによって、内外54条の地域を救済した。ところが、医師官の論考交渉が不誠実であるのを求断したことから激しい抗論となり、森与と医師の両名とも免職され、 参考となった。数年後、森あズは再びタクシー少々を拝命した。この頃のモーツ、もうつはとこが、難しく、しばしば船舶の転覆事故が起きた。森あズは上層して、不評通へ橋を架けることをこうた。町議では、イ員や州の塔において、歴代の聖人賢者は橋を作らなかったとの理由で、橋を作る必要はないとした。しかし、森あズは、船を作りて、 橋となすとあるでしょう。これはつまり、船橋を作ったということですと反論し、河橋にこぎつけた。橋が完成すると、武帝を、はじめ百両が、式典に立ち会い、武帝は、あなたがいなければ、この橋は建てられなかったなと称えた。森安は、陛下のご名談がなければ、私は、微力も施すことはできませんでしたと答え、帝の面目を保った。皆ねいい四年秋。 長雨と公害が起こると、新女食家史に農業が多く記載されていることを提言している。このように、森尾の政策は的確で無駄がないことから、長屋は称賛して、森婿と呼んだ。同年冬、羊、に代わって、慶州に赴任した森安は、クレを討伐する旨を上層して許された。大野康氏元年、森尾率いる進む軍は退去して、クレを攻め、ついにこれを滅ぼす。 外旋後、森安はその功績によって、東洋健康に昇格し、職有は9600個に及んだ。森安は、私の家は、代々、管理の家です。武功は功績になりませんと辞退しようとしたが、許されなかった。その後も、江夏、観光の経営にあたり、住民に大変慕われて、森父と呼ばれ、江南では、厚生、森沖名によって背くことなかれ。 いずれも知名と、イサムイサオを知ると歌われた。森安は後世に名を残すことを願っており、常に、高岸を谷となし、深谷を三ぎとなさんと言っていた。そして、自分の君イサオを刻んだ石組みを二つ作らせ、一つは万山の下へ沈め、もう一つを山の上に建てた。一方、大公を立てた身として、気をつけなければならなかった。 彼がしばしば落中の貴族用人を共応するので、人が理由を問うたとき、森安は彼らの恨みを買って、危害を加えられないためだと答えたという。その後、司令行為に任じられたが、63歳で死去した。部帝によって、進む南大将軍、海部義道三子を追贈され、生徒、送りなされた。新女森、安ず伝は、その人となりを訳して、 交わりを結び物を説するに、今日にして、礼あり。等に隠すところなく、人を合盛りするにあぐまず。ことにおいて便にして、ことにおいて誠だりと伝える。武帝はかねてより、呉を滅ぼす計画を抱いていたが、同じことを考えていたのは羊、蝶か、森をのみであった。病で引退する、羊は、公認として、森代を推挙した。皆年四年冬に羊、 が病没すると、森安は陳南将軍、と督慶州諸軍事となり、羊の後任として、呉のおさを務める。着任した森安は着々と軍備を整え、精鋭の軍団を作り上げた。司令官の交代という暇をついて、呉の勢量を正し長生が来襲したが、森代によって大敗を起死した。長生は、妖怪の地にありながら備えもなしに攻めて敗北した、ことを恥じ。 このことを、クレミカド、孫広氏に報告しなかった。森尾が、理観作として、捕虜を返したところ、果たして、孫広氏は朝政を召喚し、後任に、武将の、艦であった、劉剣を任じた。このため、後に、真の大軍が至ると、クレの国境は、簡単に動揺し、防衛戦は全く機能しなかった。この頃、武帝は、年明けからクレを攻めることを考えていたが、 森あずは次のように相上した。この上層が届いた時、武帝は、長下とこう打っていたが、その書を読んだ長下は言った。今、国は、よく収まっており、陛下が命令なされば一に伝わります。孫博士は狂慢にして残虐であり、献身の利を殺しておりますから、呉を打てば労せずして平定できましょう。そこで、武帝は、討伐を許可した。大野安志元年正月。 森安は、総司令官として、恋サムと共についに、クレ伐に乗り出した。本体は、公領へ進軍し、また三軍たちを構成へ派遣して、その優れた戦略でもって、周辺の女優を次々に制圧していった。また、騎馬門省の修ムネラに命じて、落語場を吸収させ、旗差し物を大配り、と恵さんで盛大にかがり火を焚かせた。このため、 クレ軍の指揮は大きくくじかれ、クレの尊くであった孫は、ただ師匠のご述べに宛てた手紙の中で、北来の諸軍、すなわち、絵を飛べ渡しするなりと記すほどであった。孫は出撃したものの、大深しによって、大敗を喫して帰還した。この時、周胸の軍勢は、クレ軍に紛れ込んで、落合城へ侵入し、そのまま孫の爆舎を襲い、生け取りにした。一方、 高領へ進軍した森安は、後のべの要光を見抜いて、これを打ち破っていた。こうして、長江上流は平定され、水、小水以南の公州や公州に至るまで、呉の州軍は皆貴族を願い出た。呉の都督や官軍で、生け取られたり切られた者は十四人、騎馬門や軍隊主では百二十人余りに及んだ。江北に軍を駐屯させ、南軍を中心として各地に調理を置いたため、 慶州では治安が保たれた。県業の間近に迫った時、軍議では気候は温暖になり、長雨の降る時期でもありますから、薬病が流行るでしょう。冬を待って、再び攻め入るべきですとの意見が出された。森安は答えた。学期は、隅水の一戦でツバメを生に被験させた。今、兵位は進行し、例えるなら竹を裂くようなものだ。数節も刀を入れれば、 あとは手を使うだけでよい。こうして、新軍は継続され、クレミカド、孫博士は、間もなく降伏した。この逸話が後に、破竹の勢いつまり、破竹の勢いという小事成語となった。武功の名高い森あだが、彼自身は馬に乗ることができず、旧車も不得意であった。そのため、軍事を任せられると、いながらにして、小卒を率いたという。なお、 信女には次のような話を載せる。高領の守備側が森尾の首にコブがあったことから犬の首にコブに見立てたヒサゴをくくりつけたり木のコブを森あずけと称してからかった。森あは城を攻め落とすとその住民を皆殺しにしたという。党の士官が選んだ中国64名将の一人に選ばれている。森あは主事の経典を広く収め、特に 春秋の刺し伝を好んだ。彼は、馬の目利きに優れた、王渡ると蓄財を好んだわ、を表して、墨に馬癖あり、二千癖ありと言っていたが、武帝から、そなたには何癖があるのだと尋ねられ、真には、差伝癖ありと答えたとの逸話が残る。春秋の三伝のうち、春秋刺し伝は、十分に、著者左級名の考えを極めておらず、また、春秋供養伝い、 春秋国領伝は、奇弁によって解釈を混乱させていると考えた。そこで、春秋の美琴を工作させながら、春秋経伝襲ゲを書き表した。また、書家の説を三尺考察し、それを釈例と名付けた。そして、明解図と春秋、調略を書き、独自の学問を作り上げた。春秋の注釈で君主を支持した。 実行犯の名前が記録されていない場合は、君主が悪く、実行犯が記されていれば実行犯である家臣が悪いという説を唱えた。進化が悪くない事例では、実行犯の名前を記録しなかったという解釈である。また、武道の君主は殺害しても良いということでもあり、渡辺義弘は、柴明の僧帽殺害を正当化するための学説だったと推測している。なお、 彼の字、元外とは、春秋差し伝、文庫18年の上にある戦力の8人の王子と、三の8人の王子に由来する。ありがとうございます。